こんにちは、ミサとオーストリッチファームです。今回は話題のダチョウ抗体についてクイズ形式で紹介しようと思います。クイズの前にダチョウ抗体について簡単にご説明します。細菌やウイルスなど病気を引き起こす原因物質のことを抗原と言い、抗原を認識し結合して働きを抑えるものを抗体と言います。ダチョウ抗体はダチョウの体内で作られた抗体が卵へと移行、それを抽出したものになります。それではクイズを始めましょう。第1問、次の中でダチョウ抗体が持っている特徴はどれでしょうか。1. 大量生産が可能。 2. 製造コストが安価。 3. 熱や乾燥に強い。 4. 生きて腸まで届く。正解は1つとは限りません。正解は全部です。従来の製法で作られる抗体とはかなり違う特性を持っています。第2問、ダチョウの卵1個からどれくらいの抗体が作れるでしょうか。 1.40g 2.4g 3.0.4g 4.0.04g。マウス1匹から作れる抗体は種類にもよりますが 0.001g ほどです。正解は 2.4g です。ダチョウの卵の卵黄が約 800g なので意外と少ないかも。最終問題、ダチョウ抗体はどんなことに使えるでしょうか。 1. 新型コロナウイルスの感染予防。 2. インフルエンザウイルスの感染予防。 3. 花粉症の症状緩和。 4. 皮膚の日焼け、皮膚がんの発生を抑える。正解はまたしても全部です。夢の抗体とも呼ばれる理由がわかりますね。ダチョウ抗体クイズ、お楽しみいただけましたか。それではこの辺で終わります。